それでは最初、内ももすっきり、股関節ほぐしから始めていきます。このように内側にグッとね、締めに行く、キック、自分のあちら側にキック、画面見て右側ですかね、右側の方にキックするような感じでしっかりと上げていきましょう。ここでね、内ももをキュッと締めるような動きが入りますので、しっかりとね、内ももを締めていきたいと思います。今日はこういった簡単な動きを通じてですね、下半身にしっかりと刺激を加えることで、すっきりさせたりとか、あと足痩せにね、つながるような動きをどんどんしていきたいと思います。皆さんで楽しくやっていきましょう。さあ、もうちょっと息ふーっと吐きながら、 OK、 バッチリです。次は反対側に向かってよいしょとやっていきますので、ご用意の方をお願いします。しっかりとね、上げ切るっていうのも結構ポイントなので、ここからね、上げ切る、中途半端にこういうものではなくて、しっかりね、こう上げ切る。そうすると内ももがキュッとね、効いてきます。で、内ももが効くということは、内ももはね、骨盤のこの恥骨の部分で、腹筋とつながってます。なのでかなり関係がありますので、内ももが使えるとね、腹筋も使えるようになるので、結構お腹痩せにもつながったりしますので、一石二鳥を狙いたい方、ぜひですね、この動きしっかり真面目にやりましょう。ふぅ、よいしょ。ふぅ、さあもうちょっと。はい。OK、バッチリです。お疲れ様です。ではこのまま次は股関節ほぐしですね。内側から外側に向かって回していきます。両方交互にやっていきましょう。内側から外側、内側から外側です。バランス取りながらやっていきましょう。少しね、こう、リズムよくやっても OK です。はい。こうすると少し運動量増えますので、よいしょ。こう、じわじわやる方がお好みの方は、一回一回丁寧に、少し動きながらやりたい人は、ステップを踏んでやっていきましょう。どっちでもね、OK です。どっちが正しいとかないので、ご自身の筋力、体力、今日の体調、そういったことに合わせて変えてみてください。さあ、もうちょっとだけね、頑張りましょう。はい、OK です。お疲れ様です。バッチリ。やりきりましたね。次は内側からではなく、外側からになります。外側から回して。外側から。これも一回一回じんわりでも全然 OK ですし、少しね、こうステップ組んで、よいしょ、ふぅ、ふぅ、でも OK。はい。そう、どっちでもね、これも正しい、正しくないありません。自分の筋力、体力、今日の体調、やる気、そんなことにね、合わせてみてください。ふぅ、ふぅ、これだけでもかなりね、股関節周り熱くなってくると思います。結構ね、しっかり、きついよね。きついんです。はい。ふぅ。ふぅ。はい、OK、頑張りました。では、片膝をついてください。片膝ついたら、手をね、膝です。ここからぐーっと腰を入れて、ゆっくり戻すという運動ですね。このまましっかり股関節がほぐれますので、あとはね、ここ前もものストレッチにもなります。ふぅ。意外とね、これ、この動作だけでも、きついんです。はい。ふぅ。よいしょ、息吐いて、ふぅ、はふぅ、ふぅ、ふぅ、さあもうちょい、ふぅ、 OK、 では反対もいきますよ。足を切り替えて同じようにやっていきましょう。前ももの硬さが違うと結構ね、左右で伸び感が変わってきますので、そういうご自身の左右差も感じながら、私こっち硬いとかそういったことを感じながらやってみましょう。息吐いて戻して、ふーん、ふーん、ふーん、呼吸も一緒にね、はー、脱力する感じで、はあ、さあ、あと10秒。さあ、もうちょい。はい、OK です。お疲れ様です。
では、スクワットですね、やっていきましょう。足は肩幅よりもちょっと広めぐらい、ヤンキー座りを目指して、ここからねしっかりとしゃがんでいきます。ヤンキー座りね目指して、結構上半身はねだらしなくするつもりで、こんなにね胸張る必要全くありません。ちょっとだらしないぐらいで全然ちょうどいいです。その方がしっかりしゃがめるのでいい感じです。もちろんね、重りを背負う、このバーベルを背負うときはそれでね背筋を伸ばしていく必要ありますけれども、今何も背負ってないです。何も背負ってない自重のトレーニングですので、自然とね背骨は少し曲がるぐらいが自然なしゃがむ動作ですから、はい、まずはしゃがみ切ること、これを目指していきましょう。 OK、 バッチリでございます。結構ねくたびれますよね。さあ次は、ランジですね。ランジもやっていきましょう。足をよいしょ前後です。ここからぐーっと下まで、で戻す、ぐーっと下まで。でポイントとしては、後ろの足にねこうやって体重が乗っかりすぎる方が非常に多いです。前足7割ぐらいをずっとキープです。登ってくる時も前足、降りる時も前足、はい、こうやってね後ろ足に体重が乗らないように注意しながらやってみてください。ほぼほぼね前足だけでこう踏ん張るっていう、踏ん張る踏む、そういうことができてくるといい感じのランジになってくるかと思います。よいしょ、あー、 OK です。では反対もねやっていきますよ。頑張るぞ、終盤戦頑張ろう。はい、ではこっちもランジ、よいしょ、アップ、前足で振って、はい、バランス取りながら、よいしょ。特にね苦手な足の方はこうやって後ろに頼りがちです。後ろに頼りがちな時は後ろ足の前ももとふくらはぎばっかり使えます。そういう人は、あ、私後ろ頑張っちゃってるって思ってください。そういう人は前ね、前前で頑張ってください。ふう、あと10秒、よいしょ、ふう、さあもうちょいです。ふう、最後、はい、 OK です、頑張りました。ふう、最後ちょっと有酸素的な動きをして終わっていきましょう。このままかかと上げる、上げる、かかと上げてすぐね戻す、これを少し早くリズミカルにやっていきましょう。これだと集合住宅とかのね方でも下に響くことなく、ちょっと有酸素的に動くことができます。もも上げとかなっちゃうとちょっとね下への音気になる方もいらっしゃると思うので、こういう風なねかかと踏み、はい、これでも十分ねめちゃくちゃ動いてます。ステッパーの動きに近いですよね。さあ、ふう、さあここまででおよそ8分ぐらいか、頑張りました。皆さんおめでとうございます。はい、大事なのは続けることなので、ぜひまた一緒に続けていきましょう。はい、お疲れ様でした。自分に拍手、また一緒に頑張っていきましょう。バイバーイ。